今日はね、なんかプロジェクト世界から、プロジェクト世界を楽しく遊ぶためのマナーガイドラインっていうのが出されたから、それをね、読んでいこうと思って。まあ僕もね、やっぱこうやってね、SNS でね、こうやっていろんなね、情報発信する身として、やっぱこういうのは読んでおかないといけないなと思うから読んでいきます。第一、他人を否定する言葉を使うのは避けましょう。まあ常識やね。例、フィーバーチャンスでコンボをつなげられなかった方に対して、みんなでライブに来るなどの発言。しません、普通。イベントランキングが低い方に対してキャラクターへの愛情がない。僕トップ300持ってるんで。はい。課金をしてない方に対して課金をできないならゲームをするなどの発言。しないよね、普通。やめてよ、みんな。ライブ結果があまり良くなかった方に対してフレンド申請のメッセージで下手ですね、などの送信。そこまでするか？プロセカ以外のゲームコンテンツに対してプロセカに似てるなどの発言。これはよくね、見るね。チューニズムとかよく見かけるね。やめようね。第2、誰かの好きを否定せず、お互いの好きを受け止められるようにしましょう。例、〇〇の歌は微妙すぎる。〇〇がバツバツとして見るとイライラする。〇〇推しは厄介だから変わらない方がいい。なるほどね。まあ、こういう人もね、たまに見かけるからやめようね。第3、相手のことを考えたコミュニケーションをしましょう。例、みんなでライブでスタンプでの挨拶がなかったので、ネガティブさを連想するスタンプを連打した。ネガティブさを連想するスタンプなんてあるの？待ち合いエリアで相手の反応がなかったので、執拗に話しかけた。出会い中や。信用できない情報や、あ、第4、信用できない情報やリーク情報を拡散しないようにしましょう。例、ツイッターでガチャの星4排出率を高めると言われている情報を知ったので、リツイートした。あれ、これ僕の YouTube のやつ、ちょっとまずくない？まあ、いいや。まあ、いいや。リークを名乗っているツイッターアカウントの次回ガチャ情報を閲覧し、リツイートした。あ、まあ、簡単に言うと、まあ、これはまあ、リツイートとかシェアとかすんなってことね。まあ、第5。個人情報は容易に教えないようにしましょう。本名はどこ？どこに住んでるの？学校はどこ？言わないから。で、他人の人のプレイヤー ID とかも教えるなと。第6。迷惑行為を疑われてしまったら、はい、ブロック。はい、IAP です。再 AP です。はい、終わり。さよなら。バイバイ。グッジョブ。じゃあな。